コメンラジオドラマ第二のふるさと物語第2話気づき。大学2年の夏休み、働きながら地方に滞在できるふるさとワーキングホリデーで徳島県徳島市を訪れた私は藍染めを体験していた。おお、あかりちゃん、頑張りょるで。おお、マスコーさん。なによ、マッサンでええって言うたで。すみません、人をあだ名で呼ぶのが得意じゃなくて。まあ、あかりちゃんが好きなように呼んでくれたらええでよ。おお、綺麗に染まっとるな。ありがとうございます。私、藍染めの色すごく好きです。これは嬉しいね。今は染料に生地を浸して色を移しちょるんじゃ。これはな、こうやって液体に浸した生地を優しく揉んであげることで色がしっかり染み込むんじゃ。へえ、そうなんですね。うちは人手が足りんけん、観光客の人の藍染め体験教室も年中できんのじゃわ。ほなけど、こないして仕事としてしっかり技を聞いてもらえるんはうちとしてもごっつい嬉しいわ。あ、こっちに干してあるの、マスカワさんが染めた藍染めですよね。きれい。そうじゃろう。藍染めは古くから伝わる徳島県の伝統的な文化やけんな。もっと養鶏作って全国に広めていきたいんやけど、人がおらなんだらどうしようもないけんな。そうなんですね。ほなけんのな、毎年ふるさとワーキングホリデーを通じてよその県から養鶏の人が仕事を手伝いに来てくれるけん、何助かっとるんじゃ。私、こんな風に大人の人にお礼を言われたのなんて初めてかも。これは意外やな。しかもな、あかりちゃんは上達が早いんじゃわ。仕事が丁寧、ほんまに助かるわ。教える人が上手なんですよ、マッサン。ほらほうじゃ。ここを訪れてからというもの、楽しいことばっかり。初めての作業も丁寧に教えてもらえたり、地元の方と交流できたり、本当にここに暮らしているような感覚になれる。地元の方々はふるさとワーキングホリデーで町を訪れる私たちを本当に頼りにしてくれてる。誰かの役に立つことってこんなに嬉しいことなんだ。この気持ちに気づいたことが一番の発見だった。デコメンラジオドラマ第二のふるさと物語、あかり、高橋理恵、増川、坂口浩一、以上のキャストでお送りしました。